はい、どうもワイワイです。今皆様が見ようとしている動画は、インサイドというゲームのパート1の動画かと思いますが、私が今喋っているのはパートラストをクリアした直後です。今私が思っている感情は非常に言葉では言い表せないとっても複雑な気持ちでいます。この動画を見るにあたって、まずこのインサイドというゲームのクリアした後の人が味わった感覚っていうのはすごい異常なものを感じると思います。そこは感動とか悔しさとかそういうんではない、見たものにしかわからない感覚、やったものにしかわからない感覚、今私はそれを肌で感じました。皆様がこの動画を最後まで見た時にどういった感覚になるのか、私はそれがすごく知りたくって、こんなちょっと変わった感じで最後にクリアした後の声を今入れています。ぜひお楽しみいただきたいですし、もし見られるという方はよろしければ一回プレイをしてみていただけないでしょうかという、それぐらい不思議な感覚になりました。まあ前置きが長くなってしまってダメだと思うんで、ちょっと本編に進みたいと思いますが、最後まで一連の流れで得る感情感覚、それを一回味わっていただきたいなというシリーズでございます。では本編どうぞ。はい、どうもワイワイです。さあ本日はこのゲームをプレイしたいというふうに思います。インサイドというゲームですね。このゲームはですね、Steam のストアページに書いてるのは、追われに追われて一人きり、少年はいつの間にか闇のプロジェクトの中核に引きずり込まれていたという、それしか説明はないんですけれども、まあ、非常に好評なゲームで、まあ、ぜひやってみようということで今回、プレイしていきたいと思います。うわ、すごいリアルなんやな。ちょっとだけ本当にね、Steam のそのストアのページを見たことあるんですけれども、見た感じはちょっと前にプレイしたリンボというゲームのような感覚かなというふうに思ってるんですが、何も物を言わない主人公と、まあ世界観というか、ちょっと薄暗い世界観みたいなところの中で、まあ、できるだけこう右なんかな、今やったらに進んでいくというような、なんか謎解きして右に進んでいくというような、そんなゲームかと思うんですけどね。まあ内容がまだまだ分かってないんでね、ストーリーとかが、ぜひ進めていきたいと思いますね、これから。おー、これすごいな。ちょっと斜めやな、視点が。おー、彼はなんていう名前なんでしょうか。赤い、まあ橙色の T シャツかな。ロングTを着て。ちょっとね、なんていうの、足首丈のジーパンか何か履いて、おしゃれな子なんですけどね。これはどうすんの？おーおーおー、くぐり抜けられんのか。おーおー。ん？トラック？トラックになんか人が、うわ危ない。おお、あれは何？あれがそのプロジェクトというやつ？なんか向こうの方にさ、なんか白いの丸みたいな、あ、人いる、人歩いてるの分かる、向こうの方に。これは俺は隠れなきゃいけないのかな。なんかそんな感じがしてますね。追われてるっていうのはこいつらに追われてんのかな。まあちょっと右の方に進んでいってみましょうか。あ、人いるわ、ここに。おお、すげえな。お、なんか仮面かぶってる、この人ら仮面かぶってるな。お、やっぱこれ今のうちに行けのやつ、今のうちに行けのやつや、これ絶対行け。なるほど、こういうステルスアクションって言われるやつかな。ちょっと隠れながら行くやつ、メタルギアソリッドとかそんな感じなのかな。これ何や、これ何、これ取れへんの。お、なんか、あ、ボタンで、おーおーおー、あ、物を持つこともできるんや、こうやって。しかもさ、普通こう横から触るやんじゃなくて、手前から触んねんな。ほんで、あ、これ登んのか。あ、なるほどね、ちょっと奥行きもあるんや。うわ、大丈夫？あのトラックは一体何なんだろう。お、こっちっていいんかな。他にね、ボタンはないで、ジャンプとなんか持つっていうボタンとぐらいしか今は使ってないですけどね。それ大丈夫か。 OKOKOK、 これとか持っていくんちゃうか。なんか持っていくような気するぞ。お、ほら、なんか使うんちゃう、なんか非常に足場が悪いけど、やばい。おお、危な。これほんでこっち押してさ、なるほどね。まあ今はチュートリアルみたいな感じでしょうか。おいおいおい、いける、これいけ、よし、ナイス。
なんか向こうの方に光当たってんだよな。これ見つかったらどうなんだやろな。あ、水？いやいや、まだまだ全然わからないですけれどもね。まあ何か物語にきっと理由がある。なに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 、なんか来た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 んですけど。やばい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 、犬来た、犬来た、犬来た、犬、やばい。あーあー、助かった。おお、アップだ。めっちゃスリルあったんですけど今。いやもう飛ぶしかなかったもんな今の。あれ多分やられてたやろな。怖いね。まあでもみんな犬飼ってる人とかいると思うからね、もしかしたらこいつも大丈夫なんかもしれんけどね。犬を手なずけるかもしれんけど。まあこっち行った方がいいんかな。これでも 目的っていうか向かってるところがないからな。でも知らず知らずにそのプロジェクトの中枢というか中核にっていうことは、おそらく何かこう建物の中とかにも入っていくのかな。そんな感じがしておりますけれどもね。なんかしかし奥、うわ、やばい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 、あれ俺見つかってる、これ見つかってるんちゃうこれ。やっぱここ行こう。あっぶね、大丈夫これ今俺、これ大丈夫やったんかな。これ持つもんないな今んとこ。これ俺うまいこと言ってんの、それともあれ見つかったらあかんことないの別に。なんか見つかりたいわけじゃないけど、まあ、できるだけ見つかりたくないよね、もし見つかったらあかんねやったら。あ、車やまた。これすごいな、ずっと。ん？うわ、ん？いいのこれ、行って行くで俺も。やばい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 、一人来た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 、やばい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 、非常にまずい、非常にまずい、これやばいんちゃう。うわ、車も来てるや、車も来てる。嘘やん、怖っ、殺されんの。ちょっとしたホラーやねんけど。ほら、あの追いかけてくる感じやばない。あ、ミスった、ミスった、ミスせミスせミスせ、やめろって、おい。うわ、あ、ここやり過ごしてか。お、やり過ごした、一瞬だけやり過ごした。あ、引っかかった引っかかった引っかかって、いや引っかかって引っかかって、やめてや、もう。うわ、こうやろ、まずまずまずここジャンプするやろ、よしいいぞ。ほんでこのまま行くやんか、ほんでここで一回回避すね、回避すね、回避すね、ここ、こう、ほんでこう行くやん、ほんだらあいつ ついてくるやろ、ここジャンプするやろ、さあここから未知の時間、さあここから未知の時間だ、さあどうなるかな。うわ、こうジャンプしていいの、これジャンプしていいの、ジャンプすんで、アップの、いける、うわ、撃つな撃つな、アップな、なんか俺背中撃たれた感覚だった今俺が。うわ、なにこれ、犬の声してる、犬の声、ジャンプやろ、犬の声してる、うわ犬来てる犬来てる、やっぱやばい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 、うわ、うわ、うわ、おお、おすごいな、このなんていうの、ほんまに自分が今その立場に立ってるかのような感覚になるの。これ登れへんのか、やっぱほんまに手に汗握るな。向こうの方にもいるな人、こっち見てんのかな、ちょっと潜っといた方がいいんかな。じゃあでも多分息が続く続感があると思うねんな、これ大丈夫か。まあでもなんかもし危なかったら、あ、来た来た、バタ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 するやろ多分。オッケー、こうやって息吸って、あの多分光が当たってなかったら大丈夫なのかな。いやーこれ怖いわ、なんていうやろ、ホラーゲームじゃないけどさ、そう精神的なこう恐怖っていうのをうまいことこうかきたててくるっていうかな。なにこれ、なんか豚がやられてるね、これ。なんか犠牲になったんかな、もしかして。生きるもの全てを殺すっていうわけじゃないやろさすがに、人やから追いかけてると思うねんけど、もしかしたらでも有害な物質系なんかもしれんな。で豚は勝手にやられたんかもしれんな。まあ、とりあえずでもこのまま先進むしかないからね。お、これ何、トウモロコシ畑かな、サトウキビかな。なんかとりあえず竹の非常に高い草むらに入ってきたね。なんかこういうの映画のシーンでよく見えひん、わーはははって書いて、なんか女の子が前走って男の子が後ろ向かって、あれどこ行ったのどこ行ったのみたいな、
あそこで出てくるみたいな、ジェイソンみたいなやつ出てくるみたいな、よくあるやろ、あるあるやろ。でもそうなっちゃ困るんやけどね、そうなったら困るんやけども、これほらすごいな、ここってさ、ほらこれ見て、めっちゃ前にあるやろ、トウモロコシ。で向こうにもあるから、この奥行き感じるのがやばいな。でもグラフィックが綺麗なゲームをワイワイは好きなもんでね、これいていい、ちょっと触れたくなっちゃうんやけど。あ、これなんか虫かな、これこれなんか黄色いの虫みたいなやついますね、これほら蝶々じゃないやろな、ネズミみたいな、そんな感じのやつかな、地面を張ってる感じやね、これ当たったらあかんとかそういうわけじゃないやんな、これいっぱいいるけど、うん、なんか害がある感じではないけどな。でもなんかこんなにおったらなんか来すぎやろお前ら、なんやねんな。こっちか、あ、これか、あ、こうか、なんかあれ危ない生き物っぽい気するよな、あくまでいたら。で、こっちか、お、いた、お、ついに建物の中に入ってきましたね。あ、あれなんかある、お、大丈夫、こいつすごいな、前回り受け身やな今の。おお、ん、これ何、なんもないわ。こっちは、こっちでドア開けるとかできひん、あ、できるわ、ドア開けるってことができたね。オッケーオッケーオッケー、なんなんこいつ、めっちゃ食うねんけど、こいつら。 おいでほんだ、はいといで、はいといで、ほんだ、はいといで、よし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 、まあ なんかあいつに使うかもしれんけどな、わからんけど、まあ雨降ってるから外が、これか、いやこれちゃうな、これ触れへんわ、こっちか、あ、これか、おお、こうやって引っ張るの、お、なんか動いてるこれ、こうやってからこれをこうと、おいた、なんか何これ、なんか粉にしてんのか、うん、なんか粉にしてるっぽいな、あれ細かく刻んで粉状にして向こうに発射してるって感じがするな。あれを落とせってことやろ、ってことは合ってると思うねんけど、これでこうやってあの風で落ちるとかそういうことじゃないの、違うんかな、なんかもう一個、もう一手間する必要があるのかな。え、うせやん、俺分かったかもしれん、めっちゃしたくないねんけど、もうするしかないな、ごめんなほんまに申し訳ない。何か分かったかっていうと、ここにさ、こう管あるやろ、これこの管なんていうの、こう吸い込みよんねんわ、そこで、あ、これで吸い込んだものを多分あの上から発射すんねん、あの上から。でこいつらってついてくるやん俺に、これより様子んやと思う、何か分からへんけど、ほんまにごめんな、しげ、こいつらがついてくるこのタイミングであれを引っ張んね、こうやってほら、あ、大丈夫や、生きてた、よかったよかった、ありがとうな、俺を潰されるんか思ったわ、ほんまありがとう、ありがとう、よかった。いやー、それだけでもうちょっと俺今嬉しいわ。でこっちやな、でこっち行って、多分この建物出んのかな、どこなんやろねこれ、ずーっとこんな感じなんかな、あんまり今の段階で言ったら人と、はい、これ何、あ、ここに落ちんの、それきつない、人と会えへんまんまやからさ、こことかちゃう、ここ違う、ほんまに行くで俺、行け、うわ、大丈夫かお前、ほんまにすごい能力やで、それ負けとくとかできひんな、了解了解、じゃあもうこのまま行くしかない、あ、これ持っていくんかな、すごい、でも勝ち行くかな、あの死骸やねこれ、よしで、こっち登っていって。まあでも一応ね、このゲームのタグみたいなところに、あの、アドベンチャーとかもあるんだけど、雰囲気とかいうタグとか、あの、ダークっていうタグがついてるのね。だからちょっと意味深な、結構怖い系の物語なのかもしれないとは思ってるんやけどね。ん?やばい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 、沼これ。沼ってきてんじゃんこれ。あ、沼ってきてるこれ。ほっといたら沼るやつやこれ。これ登れる?あ、登れるわ。で、こっちか。よし。あかん、沼るから、沼るから、頑張れ!オッケー、オッケー。よし、ナイス!危ないな。いちいちこれちょっと、ん?
こいつ生きてる？なんか ゆらゆら揺れてる。あ、なんかヘビ？あー！なになに？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 やめろってやめろって、なんやねんこいつ。やばいやばいやばい、やばい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 、寄生されてる。おお、おお、ちょっと待って、怖いんやけど。普通に危ない、飛び乗れ、無理か。あー、あかん。おお、うん、倒した？行けへんぞ。行こうか。違う、こいつを持つとかじゃないやろ、さすがに。持つんや。あ、違うわ。あ、なんやそれ。大丈夫？え、ちょっとよしよし仕上げや。大丈夫か？あれなんや、ほんで。あれがあの、良くないやつか。よく、あれが多分なんかこいつを、この豚さんを多分なんか貶めてたやとは思うねんけど、それよりも多分あれがプロジェクトのなんか一例なんちゃうか。え、頭刺さったんすけど。あ、なんか、え、すごい。ちょっとみんな分からへんと思うけど、向こう、向こう、俺左とか押したら向こうのやつが動くねん、ほら、こうやって。なにこれ、シンクロしてやがる。ほら、エヴァ、エヴァみたいな。ん？今左のやつを、左のやつをね、この左のこの門、この門を上げようとしてんね。あ、二人で上げるってこと？無理や。一回こうして持たして、こっち行ってさらにってこと？こう。おお、びっくりした。で、こっち？4人でこっち行くんか。いや違うやろ、こっちやろ多分。こっち行ってなんか押すとかちゃう、みんなで。どういう仕組みなんこれ。いや、引くんか。おお、おお、危ない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 、怖っ。世界観、もうこれでいいわ。もうこれでいいやん、取れよお前。まだやんのか。なんかすごいなこれ。スリラーとか踊れるで、これ。スリラーって言って一応出る場合ちゃうから、ワイワイ。いや、お前戻れって。お前、おお、戻った。こっちか。これすごいわ。俺あんなギミック初めてやわ、今まで。こういう謎解き系やってきて。そこ捕まるんちゃうんかよ。こっちなんもない？こっちなんもないな。ん？うん、なんもないな。オッケーオッケー。こっち行こうか、進んでいこうか。これだってわずか、まだ俺何分か、十何分とかしかしてないけど、かなり多くのことやってる気するけどな。お、行っていいんか。お、大丈夫？あれ？雨止んでる。ついに雨が止んで。まあ、でもね、インサイドっていう名前がね、建物のインサイド、まあ、中っていう意味なんか、内側っていう、じゃなくて、ああいう人の中、内側みたいな意味合いがあんのかな、もしかして。ちょっとまあ分からへんねんけどね、紐解いていく必要はあるよね。特にこういう喋らない系のゲームっていうかな、はあれ絶対なんかあるで。あれも絶対スリラーで動かせるやつやで。そういうなんかテクノロジーを開発しているっていうことかな。ん？これは、ああ、なるほどね。これ押したら向こうの紐が降りてくるんだ。で、これを伝っていくってことかな、もしかしたら。よし、多分なんかそんな感じがするね。でもあれ絶対向こうのやつ、こっちがまた動かすと思うねんけど、あの頭をさ、ピョンってひっつかされてさ、コントロールする、あれはこいつにとって大丈夫なんかな。障害みたいなものにはならへんのかな。これ何？これ椅子なんか気になる。なんもないか。こう？あれ違う。あ、こうか。開けんのか。おお、これちげる？あ、またおった。今度は黒や。これついてくる？ピュピュ。あ、飛んでいった。あ、あれ上のやつなんか怖いな。なんかあるぞあれ。今でも人追いかけてきてへんから、な、まだ自分で確かめられるな。謎解き系ゲームやからね、こういうの。まあちょっとほんだこの階段登っていく。
多分箱みたいなやつ落とすんやと思うんだけどな。こっちか。お、危ない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 。こっち降りたらあかんやろ。これはこっち側に降りて、ここジャンプしないと。うん。で、こっち側行って、これちゃうか。お、上と下に行くんやな、ボタンが。ほう。ん？ん？ちょっと待てよ。これさすがに届かんやろ、でも、あの上からは。かといって下なわけでもないし。だから上にマックス行けて、これなんよ。これが上マックスなんよね。あれは無理やろ。ちょっと待てよ。なんかまだあるっぽいな。さすがに俺あれは無理やと思うねんな。かといってこっから落ちるってことはないやろうから。こっからジャンプか。いや届かへんやろさすがに。うん、てやんな、届かへんよな。ギリギリ届くとこか。いやでもそれで届いたとしてもあの上には行けへんもんな。上に行けんのかな。あの紐とかさ、例えばこの紐とかちょっと無理か。これは無理やな、このままじゃ無理やな。おお、なんか考えなあかんわけか。あ、あ、押せんねや。なるほどね。ほんでこうか。ほお。いや、奥行きがあるだけで一気に今までと違う感じがするな。こうや。よしよしよし。ほんでここに乗んねや。なるほどな。はあ。あ、これ金庫かな。押すんかなこれ。ほら。うわあ。まあ、こっからよ。これを押してこっちや。危な。あれ金庫開けるためにやったんじゃないんやこれ。金庫で下に行くんや。なるほどね。よし。じゃあこれはしごで降りていって。オッケーオッケーオッケー。左側に行けばいいんかな。あの穴の下に行けばいいのかな。そうか。まあこういう謎解き系ゲームね、まああのこの YouTube チャンネルでね結構やってきたんで、結構手慣れてはきたけれども、一個一個やっぱり、おお、一つ一つのゲームにやっぱりいろいろあるね、面白いところが。これ何、あれなんかミラーボールみたいなのあるな。ん、おお、ああ、左後方に取り残されて、あ、実績か。なるほど、このゲームにもやっぱ実績あんのか。ほんまか。いやーこれはね、いやー評価が高い、非常に評価が高いゲームでね、もしかしたらやり込み要素も多いんかなと思ったりしたんですけどね。これはなんか開いた、あっち側開いたぞ。うわ出た、これマインドコントロールのやつやん。これマインドコントロールのタイムや。これよっしゃ、いった、いくよ。なんか出てくると思うで多分。ん、違うわ、こっちに行くんや。あ、来た、おい、おう、ん、何これ、ん、なんかボタンか、これボタンや。なるほど、なんかボタン使うんかこれ。あ、こと、なんか2つのボタンを、これほら、このボタン、この2つのボタンを使えってことだと思うんだけど、ここで一回外して、これレバー閉めなあかんのちゃうか。そうやったら閉めないと一生多分2つ、あのなんかね、下にほらなんかマットみたいな、左は四角の、あの四角のマットみたいなやつを使うと思うんだけど、これでちょっとこいつを遠ざけたりして、んでこう2人で近寄らせるみたいな。おっしゃ、オッケー。ああなるほど、そういう風にしてクリアしていくゲームなんや。これは新しいわ、感覚としてはね。まあ何も面白くはないんだけどね。わいわいわい、面白いことは言ってないんだけどね。まあでもこのゲームがちょっと興味深すぎて、まあ今のところちょっとそういう笑いに走れてないとこはあるけどね。まあ慣れてきたらまたわいわいわいしょうもないこと言うんやろうけどね。そうか。まあでも今のところは雨降ってないからね。いやでもその代わりさ、夜じゃなくなってるから、これ今時間帯が光とか分からへんやろ。普通なんかこうサーチライトとかがあって初めて気づけるような敵の視線、それがか、あー来た、これミッションインポッシブルや。シャー流れていってジャンプしてやっちゃう。いけ、ジャンプ、全然違う、全然違う、それ全然違うって。え、なんかあった、ちょっとある程度分かったかもしれん。これさ、手前の方でと
あかん、もう飛べへんか。飛んで左側にくっつくんちゃうかな。ほら、はしごあるやろ、あの左側に。オッケー、無理。あー無理か。右押しパージャンプ。おあー、そこ掴まれんでや。ほんでこっちにジャンプや。あーそういうこと。あ、人おる向こうに。危な、あのパイプ掴めんのか。あ、これゲットできんねや。これもあれちゃう、実績ちゃうか。うわうるさ、目立たない基礎。いいって書いてるね、いい。うん、まあ実績もね、できるだけ解除していきたいけどね。まあ全部あの解除するっていうわけじゃないんですけど、まあできる限りね、見つけたらね。おっしゃ、オッケー。あれなんかこっち側にいる人は普通の人で、向こうで歩かされてるっていう感じがしてるね。あーってこと、おお鳥か。なーんか まだ裏があるってことやな、これ。よし、ナイス。そうか、まあ実績も解除したいけど、それよりも物語が気になるよね、今はね。大丈夫かこれお前。おおおお、危なっ。あ、危なっ。こいつすごい身体能力やな。いけ、おっしゃ。これすごいで、こいつかジャッキーチェンかぐらいやで、この賭け。まだ命かかってるからな、多分。その進まなあかんのかどうかわからんけど、でもここでひたすら俺が1時間以上ずっとここ座っても何も思んないからな。行く、進むしかないんだが。うわ、ほら絶対歩かされてるもん。なんかほんでこういうゾンビ系の人って絶対足前行くよな。わかる、この足から前進んでいくよな。そうか、まあなんかあんねやろな、今まだこれ俺らにはわからへん何かが。うん、これ大丈夫か、あいつらは気づいたりとかはしーひんのか。ほんまに指示されるだけで進んでいくんかな。あ、絶対そげとか刺さってるわそれ、大丈夫。あ、またや。もうこれ難儀やねんこれ。あら、あー無理や、危な。よし、あ、登れる、登れるわ。ん、あ、でも向こう側は行けへんな、登れても。この右側には行けるかもしれんけど、行けへんか。あれ違うわ。ん、どういうことや、これって。これ登らんとこっちに行ってなんかする。いや違うな、このはしご登ってなんかする必要があるな。じゃあやっぱ上から降りる必要があるのか、右側に。いやでも無理やと思うぞあれ。いける、あれ無理やんな、距離的に無理やもんな。なんかこれをさ傾かせるとか。あー来た、そんなこともできんのか、マジかよ。これはよくよく考えな、解けへん、いや出てくるんちゃうか。でこれは、はい、おお、なんのロボット、なんかこっち側にいるやつがピクピクしてんねん。よし今行け、危なっ。え、こんなんいつ行っても見つからへん。いや違うわ、ここや。よし、よし今行け。うん、頑張れ頑張れ。ああ、なんかレールガンみたいな撃たれた。っていうかさ、別にこれさ、このまま行ったらあかんの？なんかあのあれを光らせる必要ってあんの？思ったんが、もしかしたらこれさ、先に開けてから電源入れて戻ってくるんちゃう？やっぱ絶対そうやって。でこのままじゃエレベーターかなんかが動かへんから、だから多分こっち行って、ほんで電源入れてからあのステルスを行けということなんかな。よし行くよ、こうやろ。もうこれでも慣れたからね、なんか BGM 流れてるわね。よしでこっち行って、こうやろ。 OK、 よっしゃ、行け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 、 OK。 危なっ、いやスリルあるな。結構スリルを楽しむゲームやろな、このゲーム。これは怖いわ。